さあ、ストーリーをどんどんやってってもいいんだろうけども、現時点のツールや出しの状態だと、普通にポイントクリアできないっていう場合もありそうだから、ストーリーに関係ないところをやりまくって、ちょっといろいろ育てた方がいいかもね。塩使うこと多いから、塩アップグレードしようか。これ、間を抜かして一気に先のやつ買うとかもできるのかな？化学うま塩。化学調味料入りかな？味の素。味の素を嫌いな人もいるけども、入れたら美味しくなるんだったら、全然入れても問題ないと思う。リュウジさんと同じ発想です。化学的に生成された旨味成分が添加された塩。舐めてみると、塩気の中に確かな旨味があり。普通の食卓塩じゃなく、味塩のあっちの方だね。調理に用いることで旨味は何倍にも増幅されるであろう。終末世界においては非常に贅沢な塩だと言える。昔、食通と呼ばれた人間の中には、化学調味料はうまくないっていうやつがいたらしいな。化学的に旨味だけを生成したのにうまくないってどういうことなんだ？美味しんぼとかでよくいるような、そういうやつ。でも美味しんぼもね、何々はダメだって言いながら、何々は素晴らしいみたいなさ、手のひらがさ、くるん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 何回もひっくり返るからな。ゲーミング塩。七色に 光を当てると七色に光ることから、その名で呼ばれる不思議な塩。そろそろ、中身やばくなってきたんじゃ？この塩を長期間にわたって摂取し続けると、その人間も七色に光るという噂もあるが、真偽のほどは定かではない。常用した人はいないってことが、高級品だからかな。またここでもう一つ疑問が浮かぶであろう。それは、なぜ七色に光るとゲーミングと呼ばれるのか、という素朴な疑問である。それはわかる。これについては諸説あり、今も専門家の間では熱い議論が交わされている。まだ議論が交わされてるの？私の知り合いにもゲーミングの起源を求めて旅立ったやつがいてな。無事に帰ってくるといいが、その起源を求めてアマゾンの奥地へ調査班は行ったんだろうな。シュレティンガーの塩。猫じゃない。塩は人体の健康維持に欠かせない物質であるが、同時に摂取しすぎると健康を損なってしまうという性質もある。そして、大抵の料理はしょっぱい方がうまい。そこで科学、特に量子力学の力を結集し、生み出されたのがこのシュレティンガーの塩である。この塩を料理に使った場合、味がしているうちは観測されているので確かに存在しているのであるが、ひとたび飲んでしまうと味がわからなくなるため、存在している状態と存在していない状態が同時に存在する、しょっぱいもつれの状態になる。哲学的な話とかになってきそうだな。そして体外に排出されると、目にも見えず、匂いもせず、観測できないため存在しないことが確定し、塩分を摂取していないことになるのである。ん？説明を読んで、そんなわけないだろうって思ったか？私もそう思う。大丈夫。俺も視聴者も同じ気持ちだ。カタストロフィー塩。なんと、レストラン近くの地層から岩塩が摂取できることが分かった。おお。しかし当然、終末世界の土壌は、ひどく汚染されており、この岩塩も例外ではない。この岩塩から徹底的に人体に有害な物質を取り除き、しかしミネラルや栄養、食べても、まあ、大丈夫だろう、多分、という物質は残したのがこの塩。その名も、カタストロフィー塩である。その味は塩であるにもかかわらず、柔らかく、優しく。料理に使えば素材の味をしっかりと引き立たせる。カタストロフィーレストランで使用する食材の多くは、店の近くで取れるものであり、それらの食材に地元の塩を使えば完全に調和した料理となるのは当然であろう。ミスター味っ子とか、あそこら辺でもよくあったね。その食材は、それが取れた地域の水を使うことでとか、どうやって地層なんか見つけたかって？ああ、腕虫がめちゃくちゃ集まってたからな。夢に出てきそうな光景だったぞ。ひえ。その岩塩層にさ、ピクルとかいたりしなかった？埋まってなかったかい？やはり最終的に強いのは、地元愛ってわけだね。新しい人だ。このピンクの、誰のストーリーだ？ママ。それはママ。人参のやつだね。人参の食材がないので、しげさんに、朝鮮人参。そっちの朝鮮か。人間に見つかると、ものすごい速さで走って逃げる人参。人参との追いかけっこに挑戦し、勝利した者だけが美味しい食材を手に入れることができる。つまりしげさんは超俊足ってことか。朝鮮人参ってすごい速さで逃げるんでしょ？捕まえるの大変？そうだな。普通は大変だな。罠とか仕掛けたりしてな。なるほど。普通は？植物人間の知り合いがいるからよ。流してもらってんだ。
植物人間って何なんかね、怪我や病気で意識が戻らなくてっていう、そういう植物状態のあれを思い出すけども、それとは別なんだろうね。何ってなんだろうな、植物みたいな人間みたいな、そんな感じの。どんな感じですか。まあよく行くパン屋の常連だな。普通にそこら辺で知り合った人、パン屋、わからないことがどんどん増えてくよ。そのパン屋も食用のフライパンとかも売ってんのかな。とにかく植物人間なら人参なんて友達みたいなものだからな。友達を流してもらってんのが怖いな、それも。友達を捕まえて出荷してるの？ほんとそれ。今日のしげさん、情報量が多すぎ。しかしめでたく、朝鮮人参の料理が出せるようになりました。じゃあ人参料理行ってみますか。しかし料理レベルが6つ星。作れるのか？いらっしゃいま。赤子！姉ちゃん、なかなかいいリアクションしてるな。オイラのママにならないかい？お前がママになるんだよ。お前がママじゃないのかよ。これリアルの目はどっち？パカって開いたとこのやつ？それとも上に書いてあるやつ？あらあら、もや、ママがいないの？まさか、一人？心配はいらないぜ。オイラは天才。あ、なるほど。なんかこの赤ちゃんをお守りしてるやつが喋ってる、ロボットが喋ってるのかと思ったけども、この赤ちゃんがマシンに乗ってるのね。このマシンもオイラが自分で作ったのさ。お姉さん、あんたもなかなかの包容力を感じるぜ。ママにならないか？これはプロポーズ。いや。養子に。ってことか。あらあら、それは魅力的な提案ね。手も足も出ないけど、ママになれるかしら。私も頑張るよ、マダム。散歩とか、餌やりとか。ペットやん。おっと、やべえ雰囲気がプンプンするな。今の話は忘れてくれ。ちゃんとできるのに。そんなことより、クーちゃん、オーダーを取らないとダメよ。はい、シェフ。なんか、ベビー向きっぽいやつ、お願いします。離乳食と見せかけて、天才赤子の、なんでかだったら、なんとかなんとか号。実験で作られたベイビーですかね。お、逃げるね。ちょっと切りづらい。よっと。的が、お、危な。切っちゃダメなとこも、切っちゃうとこだったぜ。切るのはとりあえず大丈夫。包丁大臣。さすが朝鮮人参。次は、アクトリか。アクトリ苦手なんだよな。あれ？でもこれ簡単だな。よいしょ。あの、ぐるぐる回られるやつに比べたら、間違えてうまみ取っちゃった。ただ、アクもなんか取りすぎてもいけないとは言うけどね。間違えた。右に、左に行くと思ったら、右に進んでいた。ミスターアクトリ。挑戦グラッセ。とりあえず完成はしたけども、満足してくれるかな？朝鮮グラッセ。朝鮮人参を甘く柔らかく煮た料理。かつてはステーキの付け合わせなどに重宝された料理だが、この一皿はメインディッシュとして十分に通用する存在感を放っている。艶やかな人参を一口頬張れば、優しい甘さをわずかな塩分が引き立て、大地の香りが鼻孔をくすぐった後に幸福感に包まれる。栄養カートリッジミルク以外の食べ物は久々だな。パクリ。ぽよよよん。これは、優しい。どこまでも優しく、包み込むような、愛を感じる料理だぜ。じっくりと丁寧に仕込み、味付けは最低限ながら、素材の味がしっかりと効いていて、とってもクリーミー、クリーミーマミ。バブー。幼児対抗した。幼児だけど。ねえ、赤ちゃんさん。本当に、ママとかパパとか、保護者的なニュアンスの人はいないの？保護者的なニュアンスって。あ、オイラはとあるヤバい組織で人工的に生み出された天才児さ。やはり作られた存在。生みの親は試験官、育ての親はロボットアームってな。そんな明るく話さないで。逃げてきたのかな。天才すぎて始末されそうだったから、とっとと逃げてきたってわけ。素晴らしい。そうなの？そうだわ。よかったらこのレストランに一緒に住まないかしら。お、ウェイターとして活躍してもらおう。何もないけど、安全だし、食べ物はあるわ。ありがとうよ。
私はマダム。この子は食うのよ。試しにママって呼んでみてもいいよ。ありがとうよ。オイラは8282号、ハニハニ号。だからちょっとハニワっぽさがあるのか。でも、オイラは行くよ。どうして？シスならば戦いの荒野にて。どうして？外は危険よ。あなたは天才かもしれないけど、まだ赤ちゃんだわ。なんでだろうな。どこかに、まだ見ぬ真のママがいるような気がするのさ。バブー、バイ、的なやつか。私じゃママみが足りなかったのかな。そういうこと。そうね。ちゃんと餌やりして、散歩して、毛づくろいしてあげるのに、項目が増えた。ちょっとクーちゃんの教育に責任を感じているわ。マダム、クーちゃんをどうやって育てたんだい？